ああ、しかしね、面白いよね。今日もほら国会議事堂が見つ、いや見た瞬間よりその前の下手さ加減よし、だってさ急に話しちゃってさあ、それより面白いよねっていうごまかし方はない。茨城県古河市、茨城県古河市、ありがとうございますね。あれだな、頃からアプリで、アプリで見てんな、アプリもすごい、ありがたい。25歳男性、ラブレターは届かない。あ、これはね、うちのラジオの常連です。あ、はがき職人さ、うん、はがき職人、うん、太田さん、スタッフの皆さん、こんにちは。俺はいい、何がグーだ全然グーじゃない。上田がちゃんと突っ込んでくれね。任せたじゃん。いや、何が任せる。実写版天才バカボン、あ、お上田さんがあらバカボンのパパを演じることが発表されましたが、いいやつじゃんかこいつ。すいませんね、さっき失礼しました。太田さんはこれについてどう思いますか。いや嬉しかった、こいつがバカボンパパやるのはもう、だって今さ、うん、アニメの実写版ってもう必ずバッシング受けんじゃん、何でもかんでも。まあそうね、俺らの時代ってさ、うん、アニメの実写版そんなめったなかったけど、うん、せいぜいさドカベンとかさ、あーはーはー、そう、ね、実写版になった時もそれほど話題にもなんなかったし、うん、だけど俺はもう嬉しくて、うん、しかも実写版見に行きましたよ、おうおう、ひどかったからね。それでも俺たちは大喜びでワクワクして見たもん、あ、ドカベン実写版すげえって、うんうん、それほどやっぱり漫画っていうのが今ほどさ、そんな今もうアニメとか漫画のファンがすごいから、今ジャパニメーションっつったら世界の文化だから、そう、ね、だからその原作を壊すなみたいなので、うん、うるさいじゃない、うんうん、でそんな中でやっぱりバカボンパパはね、うんうん、大事な作品ですよ、俺にとってはだってベスト3に入る作品だからね。おうおう、バカボンとど根性ガエルと半笑いで言わなくていい、もうみんな認識してるよ、ど根性入るんだな、根性ガエル、明日のジョーク、これはもう三強なんですよ、ね、すごい愛着があるわけですよ、うんうん、バカボンパパに対してはもう、うん、だそれをお前がやるってことは嬉しかったんですよ、うんうん、あ、それはありがとうございます、嬉しかった、お褒めいただきまして、ただ一つ僕は腑に落ちなかったのは、僕が映画をねこれ前から撮りたいっていう時に、お前ちょっと出てくれよっつった時に、いや俺演技できねえよっつって、俺の映画断ってんだよ。それでなんだい、バカボンはやるのか。ピーちゃんのはいわゆる多分シリアスな映画でしょ。違うコメディですよ、コメディって言ったじゃないかよ。いやコメディなんだけど、うんうん、なんだろう、そういわゆる等身大でしょ。等身大、ね、等身大はやっぱ下手、いやバカボンも下手なんだけど、うん、等身大はより下手さが分かるじゃない、うん、じゃあいいよピーちゃんが、いやいやいいから出ろよって言ったら別に喜んで出させてもらう。だから俺は喜劇を作りたいんだけど、だから何て言うの、もう俺のまんまでよかったらいいよ。お前のまんまじゃ困るよ、うん、そうだろ、だ困るんだろ、冗談じゃねえよ、お前のまんま出られてると、お前話にも何もなりゃしねえじゃねえかよ、お前そうだ、だから迷惑かけるっすけど、俺は相手が松下奈緒さん、松下奈緒、大女優だよ、うん、いや、そうよ、あと、レレレのおじさんが小日向さん、小日向さん、ね、渋い役者だよ、ね、でびっくりしたのがさ、高嶋政信さんが本館さんなわけ、うんうん、おまわりさん、あー、面玉つながり、そう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 、うん、で、あれ面玉がつながってるじゃない、うんうん、で、監督とかと話しててね、うん、高嶋さんとかっていつクランクインするんですか、うん、とかって言ってたわけ、いや実は高嶋さん側からね、うん、ちょっとクランクイン遅らせてくれっていう話が来たと、おなんでですかって言ったら、ちょっと役作りに時間がかかる。ね、まさか、でも俺もね、うん、本館さんの役作りって何をなさるのかなっていう、ちょっとわからない、うん、そして実際高嶋さんが 2,3 週間後にクランクインなさったのよ。びっくりしたのが目がつながって見えるのよ。どうして、高嶋さんがこうし、いや、まあ、要はなんか、まあ、こんな感じのね表情をしてんだけど、それがね、あれつながってないっていうふうにね、ちょっと見えんのよ。うっそー、違う違う、本当だ、俺ね、俳優さんの役作りってすげえなと思った。いや、そんなすごいすごかった。それロバート・デ・ニーロとかできないよ、そんなの。そうそう、やっぱ自分なりのこだわりで、すごいね役者って、すごい。
みんなすごかったよ。だから羽田美智子さんとか船越英一郎さんもすごかったし、これだって何特番でゴールデンで日テレのもう目玉として行くわけでしょ。だから今週の金曜9時11時金曜ロードショーの枠、金曜ロードショーの枠であそこの枠でね、バカボンパパバカボンね、別にバカボンそれでいいのか。いやこれでいいのだいいのだ